何？今からでも聖女を辞める気ない？聖女はそのすごく危険な仕事だし、なんなら私が君を養っても、とにかく聖女なんて辞めた方が。アーナス様、それ以上は。それは警告。お客様の安全を守るのも支配人の務めです。アーナス様、心配してくれてありがとう。でも、あなたが蛇妖退治を頑張っているように、私も何か頑張りたいの。だから、聖女のお仕事は私に任せて、ね。どうやら、説得は無理そうですね。どうしてくれよ。アーナス様、とりあえず今日は島を散策しましょう。散策？もう約束したじゃない。それに昼のうちに島の地理を把握しておかないと、夜にどこに行けばいいかわからないでしょ。そうだね。それじゃあ今日はいろいろと見て回ろうか。ええ、行きましょう。いやー、ここがルースワール島ですか。なかなか良さそうなところで。ここがルースワール島か。お宝の匂いがプンプンするぜ。おや、観光客の方ですか。まあそんなところだな。ちょっと行きたいところがあるんだ。ほうほう、それは奇遇ですな。実は私もなんですよ。それはひょっとして。
ここは。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。君は？こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。私は魔剣ヨルドの番を任されております、教皇庁の巫女。この姿は夢の中での仮の姿です。よかった、一瞬知っている子かと思ったよ。エージェントであるあなたや新聖女はともかく、夢の中で姿を保つのは私にとっては難しいのです。夢が覚めかかってる。エージェントアナス、時間があまりないようですから、要点だけ説明します。あなたが蛇妖狩りで集めてきた青市の格納場所についてです。格納場所？遠い昔、聖女が常しえの夜を封じ、世界を覚めぬ夢から救い出した時、一つだけ予期せぬことがありました。青市です。聖女の封印で傷ついた夜の君は青い血を盛大に吹き出し、それは青い雨となって世界中に降り注ぎました。そして青い雨に触れた者は魂を闇に落とし、蛇妖と呼ばれる化け物になってしまった。だから私みたいな血に耐性のあるエージェントに蛇妖狩りを命じて青い血を回収させるでしょ。何か問題でもあったわけ？その青市の格納場所です。現在、青市を安全に保管できる方法はたったの3つ。一つは各エージェントに支給されているロジエクロック。これに一時的に青市を凍結する方法。Thank you.
2つ目はマキンヨルド、デスタンと呼ばれるもので、青い血を奉納、剣に定着する方法。そして3つ目があなたです、エージェントアーネス。私、あなたはあなたの心の強さだけで妖魔の青い血を封じ込めている。あの青い屋根を浴びて人として心を自力で保っているのはもはやあなたくらいですよ。そりゃどうも。ロジー・クロップも、魔剣ヨルドも、あなたも、青い血を貯めれば貯めるほど闇に近づき、いつ闇に落ちるとも知れません。ですが、それは同時に、夜の君に有効な力でもあるのです。血を与えれば与えるほど強くなる。そこで教皇庁は、あなたが集めた青い血の使い道はあなたに一任すると決定しました。ロジエ・クロックに貯めるのよし、ヨルドの剣に使うのよし、あなたの力とするのよし。さあ決断を。デスダンをやってみようかな。わかりました。では清掃に着替えていただきましょう。なんだ、この格好は。デスダンを行う際の清掃、聖白の方位です。使徒は体内を巡るもの、そこに大きな力を流し込むには間の障壁は少ない方がいいのです。だからってこの格好は。こんなのは。大丈夫です。ここは夢の中。ここには私とあなたの他には誰もいません。あなたもいましたね。とにかく早くデスダンを行わないと夢が覚めてしまいます。ロジエ・クロックが夢とうつつの境をつなぎ止められる時間は限られています。急いでください。分かったよ。Thank you.
ヨルドに血を奉納する。力が満ちてくる。力が溢れてくる。夜の力を手に入れた証です。これであなたはより強くなりました。今まで戦ったことがある邪妖もより簡単に倒すことができることでしょう。そうなんだ。確かに今までにない感覚だ。そろそろ時間のようですね。最後に一つだけあなたの問いに答えましょう。君のその仮の姿のことなんだけど、私の知り合いにとてもよく似てるんだ。君、ユリーティスと関係があるの？これはおそらく私の若い頃の姿でしょうね。私も聖女の血筋ですから、新聖女と似ているかもしれません。でもどちらかというと、あなたのイメージに影響されているのではないかと思います。あなたが新聖女のことをとても気にかけているから。それはそうだ。時間ですね。あ、そうだ、君のことをなんて呼べばいい？お役目に就くとき子は捨てました。ただ、ヨルドの御子と。わかった。それでは、次のデスダンで。ちゃんと手紙は届けてくれたかしら？そう。でも危険ね。あの子はいささか聖女に思い入れが強すぎるように思えるの。今回の計画は決して失敗するわけにはいかないわ。もし過ちを犯せば世界は。念のため手を打っておいたわ。あの子が裏切った時のために。おはよう。もうアンナスったら脅かさないで。もうそんな時間なの？だよ。出てって。なんで？
着替えるからに決まってるでしょ。ほら早く。女同士じゃん。恥ずかしいの。変なの。おはようございます、アーナス様。まだ部屋にいるよ。彼女、多分聖女のお役目のことで悩んでるんじゃ。さようでございますか。もしかして怒ってる？何のことでございましょう？怒っておりませんよ。ですって。アーナス様の思い違いよ。